戦闘開始。 果たしてイタチにどのような思惑があったのか、それはわからない。キュービ相手に優勢に事を進めていたが、何かしらの感触を得ただけで、その場から立ち去った。結局のところ、イタチの考えは誰一人として読むことはできなかった。 キュービとの勝負から幾時か経ち、あの日を迎えるまで弟であるウチハサスケでさえも、サスケはイタチとの因縁に決着をつける、ために、ウチハのアジトで兄と対峙し、一方のイタチはこれが最後の戦いであると悟り、愛すべき弟 サスケの挑戦を受けた。イタチ、あんたとの因縁、ここで断ち切る。今のお前の目は何も捉えていない、何も見えていない。残念だが、今の俺でも一つだけ見えているものがある。 イタチ、あんたの死に様だ。死に様か。戦闘開始。こっちだ。 Oh!
終わりだ。 これで終わりか、 サスケ。 兄と弟、血のつながった二人の激突は予想通りイタチの道術がサスケのそれを上回り、もはや勝負は決したかに見えた。しかしサスケは倒れなかった。サスケの力はもはやイタチも認めるほどのものになっていたのだ。 迫るサスケに対し、イタチは切り札、スサノオを使い、すでに結末の見えるこの戦いを終わらせるために前に歩き出した。本当に強くなったな、サスケ。 俺の切り札を見せてやろう。サノーだ。これで終わりだ。これで全て。戦闘開始。 終わりだ、サスケ。
動力、そして術。どれもイタチの能力は常人の遥か上にある。イタチの息には誰も届かない。サスケでさえも。だが、それと勝敗は別だ。サスケ、お前の目は見抜けていたのか。一族殺しの汚名を着てまで守らなければならなかった、その思い。俺の修行を見てくれる約束だったの？ちょっと用事があってな。許せサスケ、また今度だ。父さんは兄さんのことばかりだ。俺が疎ましいか。別にさ、忍びってのは人に憎まれ生きていくのが道理ってもんだからな。ただお前と俺は唯一無二の兄弟だ。お前の越えるべき壁として俺はお前と共にあり続けるさ。たとえ憎まれようともな。それが兄貴ってもんだ。最後の最後まで、その命が燃え尽きる最後の瞬間まで、イタチはお前のことを、うちやサスケのことを案じ、そして全てを最愛の弟のために、たった一人お前のためにかけ、それでもイタチは笑って死んでいった。これがイタチの真実、お前の兄の生き様だ。